ジョン・トービー元帥。ノア・カンク司令長官時に撮影されたものと、推定されているジョン・クローニン・トービーは、第二次世界大戦中に活躍したイギリス海軍の提督。トービーは14歳で海軍に入隊し、第一次世界大戦が始まった時には、巡洋艦、アンフィオン乗り組みであった。後にトービーは、駆逐艦オンスローの艦長となり、ユトランド沖海戦での功績により、 DSO を受賞した。戦艦機に t ビ b は、いくつかの陸上機関で任務につき、1932年に、ネルソン級戦艦、ロドニーの艦長となった。その後、海軍少将まで昇進し、地中海艦隊のフラッグオフィサーとなる。地中海艦隊では、t ビ b は、駆逐艦船隊や巡洋艦船隊の指揮に当たっており、1940年に、 イタリアが第二次世界大戦に参戦した際には海軍中将として地中海艦隊の副司令長官の任にあった。11月、トービーは大将に昇進するとともに本国艦隊司令長官に任じられた。在任中、トービーは第一海軍協のダドリー・パウンドや首相であったウィンストン・チャーチルと何度か衝突を起こしている。 この期間中のトービーの最も注目すべき功績は、ドイツの戦艦、ビスマルクの撃沈である。1943年、トービーは、ノア・カンクの司令長官となり、東岸のすべての護衛戦団の航行と総会作業の責任を負うことになった。その数ヶ月後、トービーは減衰に任じられた。トービーは1946年に現役を退りいた、ものの、修正。 厳水としての地位を保った。同年、トービーは、同セット州のラングトンマトラバを放置とする男爵に、助せられ、トービー男爵家の初代当主となった。この男爵位は1971年のトービーの死球と共に消滅した。ありがとうございます。